演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらミスタードーナツの桜フレンチブルーラー3種類と、こちらのラズフランポワーズ、フランポワーズリングを食べたいと思います。今年もミスタードーナツは桜推しなんですね。で、確かフレンチクルーラーの3種類の他に、去年も発売した桜ドーナツと、あのポップシリーズが4種類発売されています。で、去年も発売した桜ドーナツについては去年食べていますので、こちらのリンクからお願いします。その時の感想がこちで、なので今年はフレンチクルーラーに絞っています。確かフレンチクルーラーも記事がリニューアルしたんですね。確かそれも同日3月6日から、なので記事のリニューアルに合わせて桜ドーナツにしたという考えるのが適切でしょうね。そこまで今年はフレンチクルーラー推しなのかな。ポンデはこの前あったから今回はフレンチクルーラーということなのかもしれません。で、このフランポワーズリング、これは公式サイトでも載ってないタイプのドーナツでしたね。前回のピエールエルメの時のに残ったフランポワーズでもう一品作れないかなといった感じで作ったのでしょうか。まあこれは個人的な推測ですけどね、まあ、何の根拠もありませんですので、まずはこのフランポワーズリングから食べていただきます。ほんとなんで噛みそうになったのでは、いただきます。フランポワーズ甘酸っぱくて美味しい。こういうドーナツを作ってくれるお店の人たちに本当に感謝です。あ、もちろん企業の人たちにもですよ。次はこのベースとなる桜フレンチ、表面のシュガーレーズコーティングも桜色ですね。まあ生地の色は映ってるだけかもしれませんが、ではいただきます。桜の味はしますけど、生地はそんなに変わったって感じじゃないな。まだ古い方なのかな。で、何から卒業するんだ。動画からは卒業しないぞ。ドーナツからも卒業しないぞ。次はストロベリークランチを持っているこちらのフレンチ、いただきます。中にホイップクリームも入っています。エンゼルフレンチの派生版みたいですね。ではクリームが入るとまた変わった味が出て美味しいですね。いや、だから卒業しないって。卒業しなきゃいけないのは体脂肪。ラストはこのピンク色のチョコはちょっと可愛いフレンチクルーラー、ホワイトチョコなので可愛さ重視のかもしれませんね。ではいただきます。ホワイトチョコだとまた変わった美味しさがありますねと思ってたら、意外なお客様がいましたね。いや、お客様というのも変か、意外な副兵がいましたね。最初に食べたフランポワーズリングは、噛んだ瞬間にフランポワーズの甘酸っぱい香りが口の中にふわっと広がってきて、春菜のドーナツ生地と合わせてとっても美味しかったです。やっぱり残りなのかなと思いつつも、いや、それでこれだけのものが作れるのは本当にそうですね。フランポワーズもっと食べてみたいです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そして残る3種の桜フレーバー、まず基本のやつはグレーズがシャリシャリしていて、桜の風味もちょっと感じられて美味しかったですね。ただ生地はそんなに前と変化が感じられませんでしたね。これはまだ古い生地なのかな、それともリニューアル前とこの違いがまだ自分にはよく分かっていないのか。まあ本当の時はそうだったので、もし次の商品を食べたら分かるかもしれませんね。桜の風味を感じたいという方にはお勧めできますので、こちらのテイストとさせていただきます。そしてそれから派生した2つ目のフレンチ、多分エンゼル系統のフレンチブルーラー、あれはストロベリーの甘酸っぱさも加わっていて、中にホイップクリームが入っているので、ちょっとさっぱりとした味わいも感じることができました。クリームとの相性はやっぱりいいですね。クリームにも桜が入ってたらもっと桜を感じられたかなと思いつつ、一方で桜が入っていないことで外側の桜をより引き出しているとも思えました。どちらも美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたホワイトチョコのフレンチクルーラーは、噛んだ瞬間にホイップクリームとチョコレートが口の中でふわっと甘く広がるだけではなく、中に小豆も入っていましたね。小豆は見た感じどこにいるのかなぐらいにしか思わなかったんですけど、しっかりとさっぱりとした甘さがあって、これまた変化があって美味しかったです。やっぱり桜には和の食材が合いますね。というわけで今回これが一番お気に入りでしたね。これをこちらの点数とさせていただきます。とフレンチクルーラーが新しくなった、まあこれがそうなのかどうか分かりませんが、なのでこれからもいろんな種類を出してほしいです。それではおぼろ月、少女を待つのやこの夜は。おぼろ月が待っている少女とは一体
ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。永遠パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。